を取り直して。みんなおかわりだ。吉野ちゃんの言う通り、食べ過ぎでまた気分悪くなったら大変だよ。明日はトウカちゃんの大好物作ってあげるね。それでどうかな。本当か？何を作ってくれるのだ？さあ、何でしょう。だけど、頑張ってとびっきり美味しく作るから楽しみにしてて。そろそろお片付け始めようかな。大丈夫、私にお任せだよ。リンネお姉ちゃん、本当に大丈夫なの？うん、いつもやってることだし、こうしてるの好きだし。そうじゃなくてさ、もう出ないと朝練間に合わないんじゃないの？もうそんな時間なの？お兄ちゃんってば、リンネお姉ちゃんはラクロス部のレギュラーじゃん。もしかしてまたド忘れなのか？ごめんね、シド。自分から言い出しておいて忍びないんだけど、お片付け任せちゃっていい？私は好きでやってるんだってば。でもありがとう。無理したらダメだよ。うん、安心するがいい。それじゃあ行ってくるね。どうでもいいの。ちょっと話しておきたいことがあるのよ。シド、まだか？分かった。遅れないようにするのだぞ。シド、あなたがするべきこと分かってる？違うわよ。さっきのトウカの様子見たでしょ。ここ数日落ち着いてはいたけど、かなり不安定な状態だわ。トウカだけじゃない。吉野や私も含めて、霊力がいつ暴走してもおかしくない状態よ。どうすればいいか、いくら指導でもわかるわよね。それ以外に方法はないわ。今ラタトスクは機能不全に陥っていて、精霊を完全に保護できる状態じゃないの。それはこっちで調査中。ブラックシナスがあればやれることはまだあるわ。けど精霊を安定させておくには、あなたの協力が必要なのよ。言ったでしょ、精霊が最も安定するのは指導と一緒にいる時だって。特にデートしてる時は顕著だから、シド、あなたにはどうしてもデートしてもらう必要があるの。そんなことを言ってる場合、今この瞬間もトウカやヨシノの霊力が暴走する可能性がある。ええ、その息よ。
頼んだわ。ただし今回は十分に気をつけなさい。今のあなたは不死身じゃないわ。何か間違いが起きれば死ぬ。まあ指導自身のためにもなるしね。精霊を安定させるということは結果的に指導の身を暴走から守ることになるわ。でもいい？次にあなたの手に負えない状況になったら、その時は迷わずに逃げなさい。約束したでしょ？もう無茶はしないって。よろしい。さて、これ以上待たせるとトーカが不安がっちゃうわね。言ってちょうだい。誰に向かって言ってるのよ。アホ兄と違って自分の限界ぐらい把握してるから安心なさい。さあシド、私たちのデートを始めましょう。遅かったではないか、シド。シド、小鳥と何を話していたのだ？気になるな。本当か？私をたばかってはおらんだろうな。指導が言うなら信じるぞ。知れないのだ。あまり気を落としてないぞ、シド。ん？どうしたのだ？
そうであった、行くぞシド。シド、思ったより早く着いたぞ。どうしたのシド、汗びっしょりだよ。ギリギリ遅刻しちゃった。あはは、すまん、私のせいだな。違うよトウカちゃん、私はシドウやトウカちゃんたちと一緒にいるのが好きなの。遅れちゃったのは注意してなかった私の責任だから気にしないでね。いつもお世話になってすまぬな。自分では割と好き勝手やってるつもりなんだけどな。トゥ！おお、病み上がりの割には今日も元気そうだな。何って、親友としての愛情表現に決まってるだろ。ドロップ。だって朝っぱらからトウカちゃんとリンネちゃんをはべらせてイチャイチャしてるところを見せつけるんだもの。嫉妬の炎で身が焦げそうになっちゃったわよ。本当に仲がいいよね。あ、そう？やっぱリンネちゃんもそう思っちゃう？それじゃあ本格的にイツカ君と付き合っちゃうしかないな。釣れないこと言うなよイツカ。俺とお前には腐女子が選んだ校内ベストカップルで第2位にランクインした華々しい実績だってあるんだぞ。ひどい、ひどいよ、いつかくん。そうやって過去のすべてをなかったことにして何人もの男を切り捨ててきたのね。心配するな、俺は一向に気にしない。帰るわけにはいかないな。いつか、今朝のニュースは見たか？今、天狗市からペットたちがいなくなって騒ぎになってるだろ？あれな、天狗市のたたりってやつだぞ。昔昔のその昔、天狗市の町がまだ影も形もなかった頃の話なんだけどな。当時、この近くにあった里山に牛のような角を2本生やした鼻の長い化け物が住み着いたんだとさ。その醜い姿を見かけた村人はいつしかそいつを天狗牛と呼ぶようになったんだが、その天狗牛が腹が減っては村里に降りてきて家畜や小さい子供なんかを。誰かその天狗牛を退治できる者はいなかったのか？村人たちもこのままでは天狗市に村が食いつぶされる、どうにかしなきゃと相談を繰り返してたんだけど、そんな6月のある日、フライと一人の侍が村を訪れた。その風来坊の侍は正義感が強く、困った村人を放ってはおけなかった。侍は一計を案じて、今度天狗氏が降りてきたら俺に任せろと受け負った。そして村にあるだけの酒を用意させると、みんなは家に引きこもって隠れててくれと言って天狗氏がその日
6月11日に天宮氏は村に降りてきた。その日の記録が残ってたんだ。侍の遺書がな。遺書？なんだそれは。あ、では侍は死んでしまうのか。まあ慌てなさんなって。村人たちが隠れシーンと静まり返った村の中で、侍は天狗氏を呼び寄せて一緒に酒を飲もうと誘った。天狗氏は最初面食らった。自分を恐れずに一緒に酒を飲みたいという人間を見たのが初めてだったんだろうな。だけど酒を飲み交わすうちに、天狗氏はその飾らない侍の態度が気に入ってどんどん打ち解けていった。侍の方も誤算だった。話してみると天狗氏はいいやつで、こっちに現れるようになったのも自分が静かに暮らしていた山を新しく住み着いた人間たちに追い払われたからだったんだ。そうだったのか。なんだかわかるぞその気持ち。さて本当は天狗氏を酒で酔わせ巣巻きにして池に沈める作戦を立てていた侍は、それを急遽取りやめて天狗氏ととことん飲み明かすことにした。旅は道連れ世は情け。侍はこれから一緒に旅に出ないかと天狗氏を誘った。一緒に諸国を漫遊しようではないかと。うわ、それはあれだ、とても良い申し出だな。そう、そのあまりに嬉しい申し出に天狗氏も驚きを隠せなかった。自分のような化け物を本気で旅に誘ってくるやつがまさかいるとは思ってなかったんだろうな。自分は大くらいだ、それでもいいのか。それに自分はこんな恐ろしい見てくれだし、自分と旅になんか出たらきっとお前に迷惑をかけてしまうだろう。それでもいいのか。大きな背中を小さくして不安げに問いかける天狗氏に、侍はそれでも俺は構わないと言って、一緒に来ないかと。天狗氏はおんおんと泣きながらその手を握り返した。すると侍が、おい、あまり強く握るなよ、俺が壊れてしまうだろうと言って、二人は最後にわはははっと大声で笑い合ったんだ。いつかちゃんってば、せっかちさんなんだから。んいつかくん、落ち着きたまえ、ここからが大変なんだから。侍と意気投合して飲みまくった天狗氏はでかい図体してるくせに先に酔いつぶれてしまったんだ。それを知った村人たちがわらわらと現れて、侍が立てた作戦通り寝てる天狗氏をぐるぐると縛り上げて。侍は何をしていたのだ。もちろん作戦は中止だと言って村人たちを止めようとした。だけど村人たちの中には天狗氏のせいで家族を失った者もいたからね。鬼のような形相をした村人たちは中止を叫ぶ侍を柱に縛りつけ、侍の見てる目の前でぐでんぐでんに酔った天狗で、侍に頼まれて用意してたいかだに重しをつけた天狗氏を乗せて池の真ん中に頭から放り投げたんだそうだ。その時池の底からグモーという天狗氏の恐ろしい絶叫が辺り一帯に響いて、そしてそれっきり天狗氏は二度と浮かび上がってくることはなかった。なんでむごいことをするのだ。すべてが終わって縄から解き放たれた侍もそう思ったんだろうな。本当の化け物は他にいると遺書に書き残して、
村人を次々と皆殺しにした後、自分その日から一月の間、まるで盆をひっくり返したように雨が降り続け、周りを山々に囲まれていた天狗氏の里は一度完全に水の中に沈んだと言われている。いつか駅の北側に池があるのは知ってるだろう。あの池の底に天狗氏が眠ってるって話だ。だから池の周りに天狗氏の魂を鎮めるための祠が建立されていて、6月11日にはみんなその祠にお供えするのが決まりになってんだよ。残念だけど私もないかな。いつかくん、リンネちゃん、自分の町の歴史も知らないなんて勉強不足にも程があるぞな。もしいいかね、そもそもこの土地を天狗氏と名付けたのも天狗氏に引っ掛けて天狗氏のことを忘れずにいるためなのだよ。少しでも天狗氏の寂しさや無念の怒りを鎮めてやろうと、そういう意味を込めてな。でも本当だったらちょっと悲しい話だね。ああ、ちなみに6月11日という日付なんだけどな、6という字を逆さにひっくり返してみろよ。ほら、角が2本上に伸びて、しかもちょんと下には天狗の鼻が伸びてるように見えるだろう。不思議なことに、池に頭から放り投げられた天狗氏の姿と符合するんだよ。これだけならな。11日の方も10の下に1をくっつけて書いてやるとだな。ほーら、侍という漢字になるんだよ。なるほど、なるほど。なんかゾクゾクしてこないか。みんないつかみたいにすっかりお供えのことを忘れちゃったもんだから、池の底から天狗氏が化けて出て餌代わりに近所のペットを食べ歩いてるって話だぜ。このたたりどげんかせんといかんでしょう。そうは思わないかね、いつかくん。ついに愛の告白かよ。と相談した結果、このたたりを沈めるために天狗氏の祠にお供えをしに行こうと思う。よくぞ言った、シド。天狗氏もさぞかし無念であったろう。さすがトーカちゃん、話がわかる。うむ、みんなで天狗氏を沈めてやろうではないか。シドが行くなら私も行く。湧いて出た。まあまあ落ち着いて落ち着いて、みんな行くなら私も行こうかな、楽しそうだし。よし、話は決まったな。じゃあ今日の夜みんなで肝だ、じゃなかった、お供え物を持って池に集合だ。どうだいつか、この俺様の作詞っぷりは、夏といえば肝試し。よせやい、照れるじゃねえか。お、そうだ、小鳥ちゃんも誘ってこいよ。女、そんな、お兄様。
ど、ところでお供え物とは何だ。なるほど、トウカちゃんは何持ってくの。まだ思いつかんぞ。リンレはどうするのだ。大人の階段でムフフな展開。ムフフ。お見舞いの時より一段上の希望。ん？問題ない。指導の体温は堪能した。連絡事項ですが、明日の球技祭についていくつか注意事項。